デウスエクスならではのプレイスタイルを全4回で紹介するデウスエクスミッションブリーフィング。デウスエクスの4つの柱、コンバット、ステルス、ハッキング、ソーシャルの中から今回はステルスを紹介する。ステルスを戦略として選ぶ場合、姿を見せず音を立てずに行動することが最も重要な点となる。カバーアクションを用いて物陰に隠れ敵の目をかいくぐって進むのが基本となるが、大きな物音を立てたり死体などを発見されれば、当然その原因を探しに敵が集まってくる。やむなく敵を排除する場合は、音を立てない格闘攻撃やサイレンサー付きの武器で始末することが望ましい。死体を隠すことも忘れるな。通風口などの隠し通路を発見すれば、より安全に目的地へ進むことができるだろう。敵の行動パターンを把握し、最適なルートを確保することこそが目的への近道となる。姿を見られた場合、敵が警戒態勢となり周囲を巡回する。警戒態勢は姿を見られず一定時間経過すれば解除される。敵以外にも監視カメラや自動機銃、警備ロボットなどにも注意が必要だ。これらはスタンガンを使って一定時間無効にできる。ステルスに役立つオーグメンテーションの代表例といえば、皮膚のオーグメンテーション、クロークシステムだ。一定時間姿を消すことができるこのオーグメンテーションは、さまざまな局面で活用できるだろう。しかし、行動に伴う音は消すことができないので注意が必要だ。だがサイバーレッグプロテーゼのサイレントランを追加すれば、音を立てず移動することが可能だ。視覚のオーグメンテーション、スマートビジョンは障害物越しに敵の位置や人数を把握できる。身の安全を重視するなら覚えておいて損はないだろう。他にも足のオーグメンテーションで高い場所へ行けたり、背中のオーグメンテーションでは逆に高い場所から無傷で降りることができる。高低差を味方につけ新たな道を切り開こう。ステルスについてのブリーフィングは以上だ。健闘を祈る。